はい、皆さん、こんにちは。建築技術支援協会の越近でございます。よろしくお願いします。起きてもおかしくない南海トラフ地震による長周期地震動と備え、その3、南海トラフ地震による長周期地震動ということでお話をします。実は南海トラフ地震というのは過去に繰り返し繰り返し起こっている地震でして、その発生状況を示したのがこの図です。最も最近に起こったのは1944年、東京に近い方の地震としては、この昭和東南海地震というのが90年前に、すみません、1944年に起こっています。で、その90年前に安政東海地震というのが起こっていて、さらにその147年前に、宝永地震というのが起こっていると。で、以下、102年前、107年前、137年前ということで、基本的に南海トラフ地震というのは90年から150年ごとに必ず定期的に発生する地震であるということは、歴史的な事実として言えるわけです。で、もう一つ、その南海トラフの震源域なんですけども、最も大きく壊れた場合には、この日向灘南海地域、東南海エリア、それから東海エリア、この4つの震源域が連動して壊れるというのが一番大きな場合ですけども、一つ前の1944年の昭和東南海地震の場合には、この東海地域、東海エリアが壊れなかった、壊れ残っていたという、そういうことが一つの事実としてあるわけでございます。で、今考えられている南海トラフ地震の震源域なんですけども、もともとこれマグニチュード8クラスの震源域が想定されていましたが、東日本大震災の後、それは9という可能性あるだろうということで、震源域の見直しが行われまして、この赤い色で塗った非常に巨大な震源域、これが現在想定されている南海トラフ地震での震源域になります。で、国の発表ではこの地震の今後30年間での発生確率は70から80%ということになっています。じゃあ、この地震が起こった時に東京はどれぐらい揺れるんだろうということなんですが、直下で地震が起こった場合に比べると少し離れていますので、震度的に言うと東京の震度は、予測震度は震度5強ということになっていますので、震度で言うとそれほど巨大な地震ではないという、そういうことが言えるかと思います。じゃあ、どのあたりで長周期地震動が発生しそうなのかということを、実は2016年に国土交通省は公表しています。で、長周期地震動対策試案というものを出してまして、その中で東京都の長周期地震動の発生の予測というものを出しているわけで、ですけれども、既存の超高層建物の長周期地震動対策ということの中で、右図でいうと、この緑ゾーン、グリーンのゾーンに立つ既存超高層と免震は、南海トラフ地震による長周期地震動の影響を受ける恐れがありますよという、そういうことをこの視野の中で言っているわけです。で、このゾーンでは長周期地震動の大きさが設計地震動を上回る可能性がありますので、専門家に確認してもらう必要がありますということになります。で、長周期が大きければ補強等の措置を行うことが望ましいという、そういうことになるわけですが、中国は、これが中国ですので、もちろん中国全体がこのグリーンのゾーンに入っているということなので、検討しなきゃいけないということになります。が、そこでその国土交通省が設定した地震動の大きさというものがありまして、継続時間は500秒以上なんですけども、揺れの大きさというのはこの、左の図の赤枠の通りということでございます。で、基準となるのはこの黒い太線、これがいわゆる国字波、先ほど来説明しております2000年に
追加された国字波の大きさでして、ごく稀に起こる地震動の大きさということになります。が、これに比べて、今回2016年に公表された東京での長周期震動の大きさというのはこの緑の線でして、実はどの周期においてもこの国まれ地震動を下回っているということが一つの特徴になっていますので、まあ、2000年以降に建てられた建物であればこの国字で全て応答が決まってしまいますので長周期震動の影響は多分受けないだろうということが言えると思いますので、まあ、対象となるのは2000年より前の超高層ビルと、あるいは免震ビルということになります。が、ただし、この緑の線というのは、これ実は平均的な値を示したものですので、実際の地震というのは、こういうその平均的なものだけ来るわけではなくて、ばらつきというものは必ずあります。で、これよりもちろん大きくなる場合もあるし、これより小さくなる場合もありますよ、ということですので、まあ、その一つの例として、右に示したのが、それは2016年より前に2013年に日本建築学会が、南海トラフの地震によって東京で起こる地震動という地震波の大きさというものを推定したのがこのグラフでして、これ同じような表現で書いてありますが、この赤線の、で書いたのは、これが実はこちらの、太線、黒い太線に対応するもので、国字波のごく稀に起こる地震動の大きさになりますが、これに対して、これがその真ん中の黒い太線が平均的な値で、上に行ってるのはこれが、まあ、ばらつきを加えて大きめの値、小さめの値という、まあ、こういう幅を持った評価を建築学会ではしているわけです。まあ、したがってこれを見ると、必ずしもこの国字のごくまれ地震よりも下回ってるということではなくて、この例だと、まあ、3秒以上ぐらいになると大きめの地震が来た場合には、国字の国まれ地震を上回ってしまうという、そういう可能性ありますよということを示したものでございますので、まあ、こういうことを念頭に置きながら、実際、どういう地震動で、地震波で、検討するべきかということは、やっぱり専門家とよくご相談されるといいかと思います。それから、その2度も申し上げましたけれども、東京の中でも、その、場所によって揺れ方が全く違うということがあります。で、東北地方太平洋地震の時には内陸部分とそれから臨海部分では揺れが倍半分違うという記録もありますよということを申し上げましたが、それを、そのことを、その事実をね、受けてですね、東京都では構造設計指針の中で、そのエリアを分けてですね、このグレーのラインよりも海側に立っているような超高層免震建物については、特にその防災拠点となるような役所の建物とか、大規模集会施設については、この、先ほど来言ってます、国字のレベル2、ごく稀に起こる地震動の 1.5 倍のレベル3という地震を考えて、安全性を検討しなさいということを指針の中で言っています。ただ、まあ、高層マンションの場合には義務ではない。これは、防災拠点でも、大規模集会施設でもございませんので、義務ではございませんが、まあ、こういう、その、特に、臨海部のに立っているマンションの場合には、これぐらいの地震動が来る場合が来る可能性がありますよ、ということを念頭に置いて、じゃあ、こういう地震が来た場合には、どれぐらいの損傷になるんだろう、ということぐらいは、確認されるといいんではないかという、まあそういう一つの参考になる地震と、でございます。じゃあ他の地域はどれぐらいのことを考えているんだということなんですが、東京のようにその、緑一色で、国字よりも、国字以下の地震度しか設定してないというのは、非常に珍しくてですね、静岡、というか名古屋、大阪、に関しては、3レベルの地震動を考えています。で、最も大きい地震動を考えているのは、この、ブルーのゾーンでして、どのゾーンでもブルーの場合には、国字波の、周期帯によっては倍、2倍の大きさを考えなさいということになっています。それから赤いゾーンでは、どのエリアでも、国字波の 1.5 倍の地震動を考えなさいということになっていますので、まあ、
相当大きな地震動、相当大きな長周期地震動を想定していると、まあ、他の地域ではそういうことが言えるわけです。それから、検討対象となる建物、これは先ほど来言っておりますけれども、一つは、高さ60メートル以上の超高層建物、それから、階数でいうと4階建て以上の免震建物、この両方が対象となりますということですが、この、検討については、専門的な知識は必要ですので、詳しくは専門家にご相談されるとよろしいかと思います。それから長周期振動による超高層と免震建物の被害について再度復習しておきますが、既存の超高層や免震建物は設計用地振動に対して倒壊崩壊しないということがもともと確かめられていますので、まあ長周期振動が来てもそれに対してもある程度の余裕があるということは言えると思われますが、ただし、まあ、壊れることはないにしても一部構造部材が組成化したり、構造部材というのは柱とか梁とか、まあ、壁とかといったものですけど、まあ、そういったところが、一部組成化というのは地震が終わった後に元に戻らずに変形が残ってしまうというそういう状態を言いますけれども、そうなってしまったり、数のような例えば天井の落下、家具の転倒活動、それから設備機器類の転倒、エレベーターロープの引っかかり、まあ、そういったような被害が生じる可能性がありますよということでございます。それからでこれがその超高層と免震建物の非構造部材の被害のまとめということで書いてみました。設備への影響ということで、エレベーターのロープが引っかかってエレベーターが停止する、空調、電気、上下水などのライフラインが停止するので、まあ、復旧までに建築物の機能が喪失し、日常生活に影響を及ぼす可能性がありますよ。それから非構造部材への影響ですが、まあ、天井間仕切り、扉、外装材などの非構造部材が、まあ、大きな揺れに追従できなくなって変形したり落下するという恐れがありますよと。でまたこれらが障害となって避難ができなくなったり怪我をしたりする恐れもあります。それから家具の転倒活動ですが、超高層ビル、超高層マンションの上層階になればなるほど揺れが大きくなり、家具が転倒したり吊られた照明灯が落下したりする恐れがあります。またキャスター付きのコピー機やピアノなどの固定されていない家具が、大きく動き、これらに挟まれたりするというそういう恐れもありますので注意が必要です。それから免震建物に関しましては、免震化した建物の周辺に対してその、大きく変形するわけですので、クリアランスが設けられていますが、そのクリアランスに、まあ、蓋が通常してあるんですけど、その蓋が変形に通常できないような、ディテールになっている場合には、その蓋が損傷するということで、まあ、そういう可能性が過去の地震でもかなりたくさん見られました。以上でその3を終わります。